新千歳空港を運営する北海道エアポートによりますと、午前9時半ごろ、保安検査場内の店からハサミがなくなっていると連絡がありました。これを受け、利用客を一旦非制限エリアに戻しました。台風大丈夫だったねって言ってたらこれです。3時間くらいの疲れますね。混雑整理のため便を限らせていただいております。正午過ぎ、安全が確認されたため保安検査が開始されましたが、お盆の U ターンラッシュで混雑する中、運行に 大幅な遅れが出ています。